天候にも恵まれた萩の城下町には多くの観光客が訪れました。近くのホテルや旅館は個人で予約をして宿泊する人が多く、駐車場には県外ナンバーの車が多く見られました。観光客は萩焼の店を覗いたり、高杉晋作の誕生地などの文化施設を訪れたりして、思い思いに萩の城下町を楽しんでいました。街並みも綺麗ですし、昔に思いを馳せながら歩きたいと思います。市によりますと、去年1年間に萩市を訪れた観光客はおよそ361万人で、おととしよりも50万人ほど増えていて、このゴールデンウィークもにぎわいに期待しています。明日からは萩明倫学舎や萩市民館などで恒例の萩焼祭りが開かれる予定です。